雲膜は脳と脊髄を覆う三層の髄膜のうち、外から2層目に当たるものである。名は、小柱の入り組んだ様子が雲の巣を思わせることから。一番外の硬膜には密着しているが、うちの軟膜との間には、広い空間があり、小柱という繊維の束が無数に伸びて、雲膜と軟膜をつないでいる。この空間は、肉眼で見ても明らかで、雲膜下空と呼ばれる。 蜘蛛膜下空は脳脊髄液で満たされている。硬膜と蜘蛛膜の間にもわずかながら、硬膜下隙と呼ばれる隙間があり、硬膜下出血で血液が溜まると肉眼で認められる程度まで広がる。脳の蜘蛛膜と脊髄の蜘蛛膜を特に区別する必要があるときは脳蜘蛛膜、脊髄蜘蛛膜と呼び分ける。脳蜘蛛膜は脳硬膜を貫いて頭蓋内の静脈道に 雲膜下流と呼ばれる都質を作っている。雲膜下流は、雲膜下空の脳脊髄液が雲膜を通過して、静脈血に吸収される場所と考えられている。硬膜、軟膜と同様、脊髄雲膜は、脊髄神経の根を包んで脊柱管の外に出る。脊髄神経が、脊髄神経節を作り前枝と、後枝に分かれた先にも雲膜は続いているが、その部分は、 神経集膜と呼ばれる。ありがとうございます。